すごい脂って静岡の部分。うん。本マグロが5、6貫入って、お待たせしました。すごい、ね、名前書いてください。いつもより持っております。味噌は吸ってくださいっていうことで。ちょっとすごいよ。これすごいわ。今乗っけたのはなんていう。これゲソです。なんか隙間が空いてると嫌なんで埋めちゃいます。理由はそれだけです。食べてます。はい、梅水晶とマグロ結構相性がいい。すげえ。合うんすね。合います。分かった。おいしい。ありがとうございます。本マグロの、ね、テールの部分でコラーゲンがたっぷりで、はい、この人名古屋から来てますんで、念願のここに今日初めて来られたから、だからすごい感動してるの。めっちゃこの子ら言うてるようなおいしいっていうのはよう分かったから。ありがとうございます。そう、全く関係ないですけど乗っけました。関係なく、はい、関係なく、はい、サバと何のゆかりもない。よろしくお願いします。あ、リュウちゃん、はいはい、アジだけどさ、はい、これ神奈川の9本しかないよ。これ20注文だから、これと片身2貫、これ11、はい、メーカーからの到着着目で、一応次の走りの途中で、どうも、どうも、で、豊洲から取る感じです。基本的に1回でいっぱい仕入れるんだなっていう、毎日こうやって市場に来て仕入れて、鮮度が高いやつ。そうですね、鮮度が。いつも市場に来られてる。いつも来てます。テンションも一緒に来ることもあれば、まあ、自分がここに来て魚を持っていく代わりに親方があのお店で仕込みとかあの準備をしていただいてる。早い時で8時ぐらい。やっぱり豊洲から魚を持ってくるんで、9時とか7時ぐらいにはまだ魚が揃ってない時もあるんですよ。純ちゃん寿司に入ってどのぐらいなんですか？純ちゃん寿司できてまだ1年半なので、で立ち上げ当初から親方と一緒に、前の会社で一緒に働いてついていきたいなと思って。そうですね、やっぱりあの新鮮なうちに、鮮度のいいうちにやっぱ内臓は取っとかないと、どんどん劣化が早いので。一応高校生の頃からアルバイトでお寿司屋さんで働いてて、親方に出会っていろいろ教えてもらって、将来は自分でお店やれたらいいなと思って、その人柄というか好きだなと思って、そういうのに惚れて。技術ももちろんのありますし、親方ももう30年ぐらい。アイディアとかすごい豊富だし、あとはあれですかね、仕事に対して熱がすごいというか。僕は、出身は八王子です。親方出身は練馬ですね。これはあのサバです。これは生ですね。生サバ種類が違うんですか？そうですね、やっぱ生で食べれるものと、これは味です。さっきのイワシです。すごい、すごい、めちゃめちゃ脂ある。ブリがいいんですか？ブリすごい脂、これがねすごい脂って、静岡のブリ。こっちもこれ桜ブリって見えないやつなんだけど、これも多分いいと思います。
なんか見分け方あるんですか。ブリの見分けって結局この太さ、厚みと太さで頭がいかにちっちゃいか。頭ちっちゃいといいんですか。ちっちゃいけどちっちゃいほどいい、うん、頭がちっちゃいのが脂が乗ってる。ちっちゃい方がいいんですね、頭が。そうですね、あとは目見たりとか、頭の目見てくすんでたりとかするとやっぱり前の日のものだったりとか。肌ですよ。プライベートでなんか別なお寿司屋さんとか食べに行ったりするんですか。そうですね、結構行きますね。八王子にも町寿司結構あったりするんで。親方あの食べ歩き大好き、食べログとかで行きたいお店700軒ぐらい。それからどこ行くんですか。今、お肉屋さんにまかない。ありがとうございます。まあまかないも修行だと思ってるんで、いろいろな料理に挑戦したり、中華だったり麺だったり、まあ、いろんな料理に触れてから何かヒントになるものがあればいいなと思います。お客さんお客さんの目だよね。お客さんに代わって買ってきてあげるみたいな。だから一人一人お客さんの内容っていうか、この人はこういうの好きだなとかさ、あの人はこれがいいなとかさ、そういうの把握しつつ、うん、買ってくるって感じで。お待たせしました。すいません、お願いします。今電気あげますね。30年ぐらいやってらっしゃる。そうですね、18からなんで今51です。高校出てすぐ日野市の高畑不動のお寿司屋さんで住み込みで7年ぐらいやって、そこからいろいろ何店舗か、はい、寿司屋になりたかったんですかも。そうですね、食べるのが好きで作ったりするのも好きで、親が好きだったんですよ。親父がそういうのが好きで、それの影響もありますね。外食ばっかりしてたんで。親父がね、落語家だったんですよ。もう死んじゃいましたけど。落語を目指そうっていう感じじゃなかったんですか。いや、ないですね。常勤族派だったんですよ。でもうちの若い人が落語にもハマってるんですよ。はい、落語好きです。寄席行ったりしてるんですよ。そう、この年になると落語が良くなってくるんですよね。これはね、ホッキ貝っていう貝ですね。まあ、握ったり焼いたり、まあ、貝は生きてるやつじゃないと価値がないんで。これまあ生きてるんですか。あ、これ全然生きてます、はい、これから開くと余計に反応すると思いますよ。で、毎日こんなバタバタなんですよ。どうしても8時半とかになっちゃうんですよ、はいはいはい、で、戻ってきて11時半に間に合わせなきゃいけないんで、うん、ちょっとバタバタします。飲食以外のやったことあるんですか。ありますけど、途中で引っ越しだとか、まあ、修行時代、まあ、給料も言えないぐらい安いんで、佐川急便とか、当時給料良くて、佐川急便で2、3年頑張ってから独立する人がいっぱいいたんですよ。それで、引っ越しだとかやってたんですよ。小学校から料理クラブだったんで、お母さんの料理で味付け替えたり、最低な子供。小学校も4年生ぐらいでもう行きつけのおでん屋とかありましたから、一人で行ってましたよ。それぐらいなんかすごい食に興味があるっていうか、まあ、ただの食い意地の張った子供だったんですけど。これはまあ握りとか刺身とか、うん、まあ焼いたり、そのお客さんの要望というかに合わせて提供するみたいな。それランチのお味噌、お吸い物で、まあら汁的なアラを入れて出し取ってるという感じです。はい、食べ歩くのが好きみたいで。まあ、職業柄というか、休みの日はしょっちゅう食べてますね。大進亭さんも行ったことあるんですか。全然あるです。大進亭はね、がっつり自分をいじめたい時に、あれやばいっすよ、唐揚げやばいっすよ。まあ、八王子では知らない人いないんじゃないですか。これはね、赤貝という貝です。この後、ぬめりをきれいに取って処理して食べれるようにする。混ぜるというか、切るんですよ、こうやってこうこねるとやっぱり粘りが出ちゃったりとか。なんか一つ違うことがやりたい。基本はもちろんありの、そこからまあ進化させるというか、まあ、例えばマグロ一つで何個料理作れるのみたいな。
まあ、寿司屋なんでそこ寿司団中とか乗ったり、団中乗るのは夢、まあまあ乗りたいがためにそういう仕事をしてるんじゃないですけど、なんか飽きさせたくないんですよお客さんを、まあ、邪道って言われる時もありますけど、創作っていうとなんか外国のなんちゃって寿司みたいな、そういう風にイメージする人もいるんで、ちょっと嫌がるお客さんもいるんですけど、まあまあ要は好きなことやりたいだけです。それで喜んでくれればまあいいかなみたいな。まかないとかも龍之介が担当してるんですけど、まあ普通のまかないじゃなくてちょっと冒険した感じで味付けしたり、まあ新しい味を発見するみたいな、そういうのが好きというか。どういうふうに思いつくんですか？いっぱい食べるってことですね思いついた時は味見したり、寝てる時にもなんかこう寿司のことを大体考えてるんですよ。夢の中で出てくる、頭が休まらないまあでも好きでそういうのやってるんで、そこはいいのかなと。で昔ちょっと大会とかも出たことがあって、創作寿司の大会、前の会社の時に出て世界大会とかあるんですよ。15カ国とか日本で予選をして優勝させてもらって、決勝が世界その15か16カ国だったかな。それでなんか創作的な仕事がちょっと増えてきたりして、ただまあ基本的には普通の寿司をやってますだこの店やる時もトロフィー飾ったりするのがいやらしいんで、だ普通でどこまでこのご時世成り立つのかなっていう、はい、でも自分から言わないし、だこういうふうに言わないですよラーメンとかも食べに行ったりするんですか？しますね。八王子ラーメンが結構有名な。練習しましたね。最初あのこういうさらしみたいのを丸めたりとか、朝あの Facebook とインスタ使って投稿したりするんですよ。全部食べ物の画像しかないですよ。これ全部食べ歩いたやつで、でお客さんがしたらやっぱりコメントしたりとか、これ昨日来てくれたお客さんのインスタ、インチャンドシ。これ龍之介さんを誘ったのはなんか仲良かった感じだったんですか？店長やってたんですよ。独立願望があったんで一緒にやった方が勉強になるんじゃないっていう話。まあでも実際雇われの時よりはまあ大変だし、時間もあれだし、やることも全く変わってくるからものすごい大変だけどっていう話もまあお互い何回も話して、それでもやっぱやりますみたいな感じなので、で一緒にやろうよってなって、会社辞めた途端にコロナになっちゃって持ってないなって思ったんですけど、まあなんとかオープンまでいろいろな人に助けられながらも、でも今はもう8割ぐらいは地元の、あとはたまにで高尾山帰りのお客さんもシーズンになるとちょいちょい。この炒めたやつは何なんですか？マグロの尻尾です。これを一回ボイルして柔らかくして、コラーゲンがすごい。でエビフライが乗っかります。だから邪道って言われるんですこちらにエビフライ乗っかるの。これ1500円なんで、本マグロのブツと本マグロのステーキ。 なぜエビフライだったんですか？エビフライが好きだからどういう味付けなんですか？マグロ、あ、マグロの尻尾は。そう、ニンニク醤油みたいな。あとプロデュースしたり、僕みたいなステーキって言ってたやつですね。こうなってる、うん、肉がすごいな。まあランチ専門専用ですけど、メニューのれんだそうか、自分で取ったりする。家紋みたいな親父の、三遊亭柿津って言ったんですけど、なんか代々その名前をこう受け継いでいく、で今の柿津って方がつながりがあるんで、それであののれんを用意してくれたり。来ないですね、こういう時に限って来ないですよね。撮影日あるあるで来なかったらどうしようと思ってドキドキしてるの。あ、ご来店はい、いらっしゃいませ。お疲れ様。はい、いらっしゃいませ。ご予約、あ、テイクアウト聞いてください。
テイクアウトさっきのとまた違うやつですか？あ、鮮魚丼だよね。鮮魚丼です。あ、鮮魚丼っていう海鮮丼みたいな。それのちょっと量が多いバージョン。はい。じゃあ、奥のカウンターどうぞ。いらっしゃいませ。今日は牡蠣あります。生牡蠣。ワカサギ。本マグロ。ホタルイカ。カツオ刺身。はい、あとサワラ。ボタンエビ。カマスのフライもできます。で、天ぷらですね。はい、生牡蠣もお願いします。はい、生牡蠣は3人前でいいですか？はい、うん、ちょ、本マグロが5、6貫入って日替わりのこの鮮魚が入って、なんで1500円にしちゃったんだろう。自然に入れておくとネタがどんどんなくなるんで、はい、かわいいでしょこれ。なかなかないビジュアルですよ。龍之介のお母さんです。あ、そうなんですね。はい、手伝ってもらってます。これ何ですか？おかきです。生おかきです。マグロのグッズ、これが下地。今乗っけたのは何ていうの？これゲソです。なんか隙間が空いてると嫌なんで埋めちゃいます。理由はそれだけです。最高です。なるべくあのご飯が見えない、シャリが見えない。じゃあ、刺身何？しめサバ、カツオ、サワラです。あの、サバがもうないから、これで終わり。はい、はい、ハイボール。はいよー、梅水晶入ります。あと、島寿司が入ります。島寿司、なんか伊豆大島とかで。はい、あの、八丈とか、なんか島の郷土寿司みたいな。はい、まあ、島で獲れた魚なら何でもありって聞いてます。島寿司は今日島寿司に合いそうなのを島寿司にして日替わりで八丈島風に。でもな、八丈島の人が来たんですよ食べに。島寿司出したら、あ、合格ですみたいな。いらっしゃい。あ、はい、お宮です。テイクです。はい、梅水晶とマグロ結構相性がいい。すげえ。はい、醤油の中に青唐辛子が入ってるんですね。いろんな島の人に声を聞いてこうなりました。聞くのは大事ですか？はい、マグロテール書いて。確かに洋食屋さんみたいな。でもこれも物を捨てない。本来は捨てる部位でもあるんです。捨てる部位はまあ炒めがまかないで食べたりしてるんですけども、それをやっぱ商品したり。炒めが食べるところって結構美味しいところ。はい、一番美味しいところみんな炒めが食べてお願い。よいしょ。カマスぐらい入りました。
味しい、ありがとうございます。本マグロの、ね、テールの部分でコラーゲンがたっぷりで、はい、お肌がプルプルになります。今よりさらにプルプルになります。はい、じゅんちゃん寿司です。1時過ぎですね。わかりました。3名様ですね。ただ予約もいっぺんに来られるとちょっときついんで30分ずらしてもらったりとか、まあ、できない時ははっきり断っちゃうんです。だから満帆になるとちょっと回せないんですよ。ものすごいバタバタすると納得できるようなのができなかったり、まあ、しちゃうんで、まあ、そこはまだまだちょっと修行しなきゃいけないんで。カマスのフライができますよ。水を2リットル1日飲まなきゃいけないんで、痛風だって。食べ過ぎっすね。骨がもう砕け散るような痛いっすね。でももう慣れたんで、まあ痛風で仕事を休めないんですよ。痛風って誰も同情してくれないですから。いつもより持っております。撮影が入ってるんで、いつもより。めっちゃ綺麗。チャンジャとクリームチーズ。チャンジャとクリームだよね。合うっすね。合います。あとうなぎとかにも合います。クリームチーズと。何してんの。あ、毎度ありがとうございます。合コンはいつやりますか。目の下クマ寝不足じゃないですか。いや、そんなことない。飲みすぎじゃない。いや、そんなことない。マグロ屋さんですか。あの、すぐそこに住んでるんですよ。今日は持ってた方がいないから。違う。マイク入ってます。彼女募集中なので、はい、ぜひよろしくお願いします。合コンお願いします。はい、ありがとうございます。あ、どうも。なんかやったら合コンをセッティングしてやってました、ね、それがなんかコミュニケーションの取り方になっちゃって。やったことないですけど。もちろん。あの方もお酒が好きでよく飲みに来てくれるんですよ。おすすめ握りを今おすすめ4人前入れたんだけど、はい、ちょっとなんか中トロ足しといてもらってできますか。あ、できますよ。あの1個からいいですよ、個数で。マグロいいやつありますから。はい、いいよ。あ、来た。あ、おかわりですね。持った甲斐がありましたね。タルタルとガリと。これはイワシです。イワシアジ。で、一人でご来店のお客様には人気ですね。はい、持ってて。ここにはよく来られるんですか。まだ2回目ですね。美味しい。1回来てすごく美味しくって、ずっと来たくって。この人名古屋から来てますの。東京、東京の大将がさ、あれやってんのよ、インスタでフォローしてた。大将のお寿司の様子とこの人の話だけでずっともんもんと1年来てきた。で、念願のここに今日初めて来られたから、だからすごい感動してんの。めっちゃこの子ら言うてるような美味しいっていうのはよう分かったから。はいはいはい、あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。はーい、海産館3つ、海産館3つ、鉄火巻きは1つ、アスパラ巻き、あ、はい、ごめんなさい。はい、はい、おかわり、はい、できます。寿司ができます。セッティング、
水取ってからどれ？あ、それでいい。アイ山を2つください。はーい。アナゴ2人前ぐらい。アナゴを2人天平 OK。 アナゴ、アナゴはじゃあ4つ。一本の海苔を持ってった人。はい、あ、じゃあそっちで大盛り。そんなものだから。朝始まってから、はい、夜終わるまで飯も食えないし。はい、カズトロ巻きと、はい、トロタク巻きお願いします。カズトロ、トロタク、味噌は吸ってくださいっていうことで。これすごいわ。ありがとうございます。少々お待ちくださいね。出せる？トロタク。うん。ありがとうございます。相手ことはある。え？近所にあったんだよ。あ、そうなんだ。予告なくなった。ああ、そうですね。はい。同じ系。なんか、小松。あ。うなくり系で。はい。これで小田割り。そうです。あの熟成ボックスに何が入ってるかメモって把握して、はい、熟成ボックス生きたやつは結構生きてるやつをおろしてるんで身がパンパンっていうか怒ってるんですよ。ちょっと休ませる。2週間ぐらい魚を持たせる。そうするとあの旨味に変わるんですよ。熟成されてるやつも入ってると。そう、入ってます、入ってます、うん、全部熟成ではないんですけど、その日によっては全部フレッシュの時もあるし、この箱にこう入ってます。カンポ、サバ、凍らないギリギリのラインで。そう、全く関係ないですけど乗っけました。関係なく、はい、関係なく、はい、サバと何のゆかりもない。よかった。なんだかんだちょいちょい来ました。多分もう2時半だから多分沸騰しになるかもしれない。もう次5時ですからね。まあでもちょっとだけ休めるだけでも全然違うじゃないですか。それだけはもう巻きも1個かじっても終わりみたいな。お待たせしました。まあでも大体そんな感じです。すごいね、純ちゃんのみたいな。マジで。ミュー、できたよ。ありがとうございます。まかないができたよ。サーモン丼。まかないできたよ。はい、立ち食い寿司昔やりたいなと思ってて、全国の1位から10位ぐらいの立ち食い寿司ランキングは全部行ったんですよ。やっぱ目で見ないと。まあそこはだから YouTube でもいくらでも見れるじゃないですか。でもやっぱライブで見たいんで。大体一人で行くんで。
基本っていうかもうほぼ一人ですね。一人好きです。でも友達はちゃんといます。仕事終わって家で家に帰って、はい、途中で、まあ、つまみを買ったりコンビニで買う時もあるし、スーパーで買って自分で作ってつまみを作ったり、ネットフリックス見ながら、インスタと YouTube 見ながらすやすやと寝る。いろんなジャンル面白いなと思ったら。食べてます。先週は予約した焼き鳥屋行って、その前の週は鉄板焼き一緒に行って、で次の週はとんかつのコースの予約してます。寿司1個もないって。全部肉。でも町の食堂も好きっすね。あのね、僕橋本っていうとこ住んでるんですけど、はい、橋本にあの食堂なんだっけな、吉野食堂、吉野食堂ってもうほんとザ食堂っすね。橋本、こっから15分ぐらいかな、吉野食堂っていう食堂があって、そこもいつもいっぱいだな。いっぱいっすね。まあザ食堂っすね。